ダメだ、笑、なんか常にヘラヘラしてると笑っちゃう。そう、ロングになりました。エクステつけた。めっちゃ長い。なんかずっとなんかダメだ、なんでさ喋ると笑っちゃうんだろう。真顔で喋れないんだよな。ちょっと真剣になろう。そう、なんかずっとそのコメントとかなんかインスタのメッセージとかでもなんかちゃんとその謝罪してないからとか開き直ってるとか結構言われてて、でも確かになんか私もちょっと謝罪ちゃんとしてないなって思って、その報道があってからなんかそう謝罪とかもちゃんとできてないし、開き直ってるって思われても確かにそう見られることもあるのかって思って、でもなんか私は3ヶ月間ちゃんと休止っていう道を選んでちゃんと自分なりに反省したつもりでそう帰ってきて、でも帰ってきてさて人の前に立つ時はなんか暗い感じじゃなくて、なんだろうな、ちゃんと人前に立つようにしようって思って決めてたんですよ自分で。でも実際そうやって明るくいたら確かに開き直ってるって思われるかもしれないから、なんかでもそれはどうしようみたいなのをずっと思ってて、気にしてて自分の中でもなんかキャラとかどうしようとかなんかどんな顔でいようみたいな、そうずっと気にしてて、でもなんかこれからちゃんなんか暗くしますとかそういう意味じゃないんですけど、今日ちゃんと謝罪してなんか区切りっていうかちゃんと区切りをつけようって思って、なんか泣けてくる。そうだから謝らせてください、ここで。期待してくださったファンの皆さんとかなんかすごいいっぱいたくさん応援してくださった方とか、なんか AKB48 のグループのファンの皆さんにすごい迷惑とか心配とかかけちゃって本当に申し訳ございませんでした。でもなんかすごい自分がしたこととか悪いなってめっちゃ思ってます。そうだからなんて言ったらいいかわかんないんですけど、なんか自分なりに反省してるつもりではいます。でも全部事実ではないです。書いてあることが事実じゃないこともあるけど、でもそういう風になんだろうな、そうやって知られたからなんて言ったらいいかわかんないんですけど、でもこれで離れちゃったファンの人とかもいっぱいいるのを気づいてるけど、でも逆に応援してくれてる人は本当になんか心が広くてなんか優しい方だなって思って一生大事にします。なんかでも謝罪ってどうやってしたらいいんだろう。でも本当に悪いなってずっと思ってるけど、な、謝りたかったです。そうです、はい。なんか前髪切りすぎた、こっちが短い。しかもなんか今日全然漏れてなくてブスでごめんなさい。本当はもっと可愛いです。でもなんかなんだろう、あ、なんかもうちゃんとしたいなって思って、そのちゃんと劇場も立ちたいし、その今日2人公演が発表されたじゃないですか、劇場再開するっていう。2人公演も出たいなって希望も出していて、それのレッスンを
最近してるから、なんか応援し続けてくれたら劇場公演とかも頑張るので見守ってってくれたら嬉しいです。本当にすいませんでした。ということで今日の配信は以上です。なんか謝罪配信みたいな感じなんですけど、なんかうまく生配信だとうまく喋れなくてごめんなさい。本当にまたいつか。なんか顔映ってる配信あんま得意じゃないんですよね。だからなんかインスタライブとかまたします。それでは皆さん、こんなさ泣いてる顔にそんなライトみたいな当てなくていいよ。でもありがとうございます。じゃあ終わります。めっちゃ早いけど終わります。これ10分経ったかな。バイバイ。見てくれてありがとうございました。またねー。